はい。直流発電機のですね、問い語を解説してます。えー、まずあの、問題からですね、回路図を書いてみます。第4ですね。回路図ですね。 ですね。まず、えー、ジェネレーターの A ですね。はい。それから、電気子の抵抗ですね。RA の A ですね。こうあります。それから、えー、R の B のですね。から、こちら側に、ジェネレーターの B があります。はい。これ、並列運転ですね。こういうことになります。んで、えー、出力がですね、え出力が V ボルト。んで、えー、ここに負荷ですね。えー、負荷がこう、つながると。こうですね。えこういうことになりまして、えー、E のですね、A が、 えーっと、112V ですね。それから E の B が、えー、これがですね、114V と、こうなっております。まず A ですね。A、A 機に関してですね。 出力は V ボルトですからね。はい。そうしますとですね。えー、v ボルトは、えー、この E ですね。E の A からですね、ここの電気紙のですね、ドロップをですね、引いたものになりますね。えー、IEA の R の A の A と、こうなります。 はい。そうしますと、これはですね、112V ですね,これね。それから、えー、60A ですね。ここは、えー、60A ですね。ここの電流はですね、これ 100A ですから、えー、60A×0.06、えー、になります。はい。そうしますと、これは、 112-3.6。112こうなりまして、108.4V。ですね。これはですね、1 0 8 4トこうなります。これは B に関しても。ですね。B 機に関してですね。 えー、負担ですね。負担の、負担の電流ですね。電流は、えー、IB ですね。IB は、えー、I-IA になりますから、えー、100-60で、これ40アンペアこうなります。はい。そうすると、 V イコールですね。E の B マイナス、えー、I の、えー、B ですね。かけるですね。R の B の、A、と。こうなります。えー、そうしますと、これはですね。こうなります。そうすると、えー、108.4ですね。これ一緒ですからね、ここね。 はい。で、114マイナス4 0け r の b の a と、こうなりますんで、えー、40倍の r の b の a はですね、114マイナスの108.4 これは5.6となります。そうすると R の B の A は40で割ることの5.6とこうなりましたね。これ0.14オンとこうなります。